田中、スーさん、ワイルドスタイルで、今日鈴掛が竿一本しかないんで、なんかいい竿あったら貸してあげてください。ベイトタックルとか持ってきてないか。よし、スーさん頑張ろう。こっから集中の時だよ。今回のハワイ一番の。今回はこれ。よいしょ。朝一はそんなもんで。これブレディ、いや、なんかちっちゃいアジングワン。おー、食った。あー、食いそびれた。ブレディ、うん、ふわって、ちっちゃいスモールサイズだった。キラキラが効いたのかな。いるよ。追ってくるな、ちっちゃいのが。いいね、うん。ミニピーコックだ。スモールサイズピーコック。へい、あ、オッケー、ロスをしちゃった。スーさん、腕がなまってんじゃないの。ピーコックの、ピーコック腕が、ピーが飛びすぎちゃってんのか。そんぐらい飛んだ方が絶対ボイルとかいいから、プラスで、プラス思考で捉えていくしかない。
あ、追ってくるね、結構。悔いはしないけど、うん、ちっちゃいのをスーッと愛じ引きだね。食うまでは至んないんだけど、なんか等間隔で後ろにふわーってついてくる。どっかでスイッチが入るんだろう。わお。ただ朝一のうちに油断しないで一匹坊主逃れはしないとな。お、レッドデビル食った。ダメだ、レッドデビル食いに来た。レッドデビル食った。いや、やべ、狙っちゃった、狙っちゃったよ。あそこの木にもう一匹いるよ。レッドデビル、はい、レッドデビル、味またシャットにブレディ、これ釣りたかったんだ、なりげに。はい、こんな感じで、これで坊主じゃなくなったんですよ。さ、レッドデビルと味またシャット、はい、サンキュー、オッケー、レッドデビル、はい、昨日あんなに苦労したのに。